コングラチュレーション。はい、どうもめチャンネルです。いやー、リッツカールトンランカウイさん、本当に最高でございました。5周年記念パーティーに参加することができて非常にね、光栄でございました。まだこちらのリッツカールトンランカウイの動画をご覧になっていない方はぜひですね、上の方にリンクを出しておきますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。今回はですね、後ろ髪引かれる思いでリッツカールトンランカウイさんを離れ、マレーシア航空でですね、クアラルンプールに、そしてクアラルンプールから成田空港の方に戻っていくという動画をね、お届けしていきたいなというふうに思います。早速ね、行ってみようかと思います。はい、結構ね、人で賑わってますね。はい、こちらのね、ビジネスクラスチェックインで済ましていただきましたけども、比較的に、基本的に空いてます。はい、めちゃめちゃ空いてます。じゃあね、入っていきます。はい、今ね、保安検査を抜けてきまして、すぐね、右手側にこのようにね、プライベートラウンジがありまして、こちらにセントレジスとウェスティンですね。あ、リッツカールトンじゃなくてセントレジスとウェスティンだったんですね。はい、のプライベートラウンジがありますんで、早速ね、こちらの方に入っていきたいと思います。ラウンジに、ね、入ってきましたけど、今ね、誰もいらっしゃいません。これ、すごい。はい、こちらね、こういったフルーツだったりとかですね、おやつ、そしてコーヒーマシーン等がありまして、こういったね、ソフトリンクなども飲んでいただくことができます。はい、で、こちらの方にはね、ウェスティンであったりとかですね、セントレジスでね、販売されているグッズがね、いくつか置いてあって、購入していただくことも可能となっております。はい、まあ、価格的にはね、こんな感じですね。はい。紅茶はね、ディルマーだったりとか、ロンネフェルとかね、置いてございます。私の方ではですね、はい、とりあえずね、カフェラテを飲もうと思います。はい、じゃあね、ちょっとカプチーノを飲んでですね、うん、カフェラテでした。はい、10分ぐらいね、時間あると思いますので、17時35分の便でですね、乗ってって、18時50分にクアラルンプールに到着という予定で、そこからね、約ね、6時間ぐらいあって、クアラルンプールから成田便にね、乗り換えるという感じでございます。はい、今ねラウンジから出てきまして、乗り場ね3、4、5、6、7、8とね、まあ、非常にコンパクトなね、空港となってますね。はい、中にはね WH スミスと呼ばれるなんかコンビニみたいなね、お店がございます。そしてね、こちらのプライベートラウンジがありまして、その奥にねコスタというねコーヒーショップがねあるという感じです。はい、コスタコーヒーですね。非常にねパンだったりとか、あの軽食はね食べていただくことができるというふうになってますね。はい、ということでね、搭乗開始となりましたので入っていきたいと思います。じゃあね、行ってまいります。はい、ということでね、乗り込んでいきたいと思います。お、あちらにはね、エアアジアとかもね、出ますね。はい。さあ。いやー、いい感じじゃないですか。はい。いやー、すごい迫力ですね。じゃあね、乗り込んでいきまーす。ハロー。じゃあね、こちらの 5D と、有席にね、座らせていただきます。はい、ということで本日ね、5F と 5F となっております。5E にね、誰か入ってこないといいんですけどね、こんな感じでしょうかね。はい。前にね、ちょっと今雨がね、また降ってきたという感じで、はい、ということで、ね、これから離陸していきます。はい、ということでですね、無事に今クアラルンプールの方に到着いたしました。一旦ね、荷物をピックアップしまして、国際線の方にね、乗り継ぎを行っていきたいなと思います。めちゃめちゃ天気、そしてね、空港がね、めっちゃ寒い。はい、とりあえずね、今ランカウイからの荷物をね、ちょっと待ちたいなというふうに思います。はい、今ね、荷物をピックアップいたしまして、これからですね、国際線のね、チェックインカウンターの方に向かっていきたいなというふうに思います。で、今ね、エコノミーで撮ってますので、
パンダさん、確認していただいたところ、一応5席ぐらいですね、ビジネスクラス、ファーストクラスが4席、ビジネスファーストか、4席空いてるということなので、まあ、アップグレードのね、コストがどのくらいかかるのかっていうのをちょっとね、聞いてみたいなと思います。ね、こちらのデイカウンターの方でね、見ていきたいなと思います。はい、パンダさんにね、あやかりまして、こちらのビジネススイートのカウンターの方で、チェックイン手続きを行っていきたいと思います。今ね、チェックインカウンターの方でチェックインをね、させていただいておりまして、アップグレードね、今どのくらいかかるのかっていうのをちょっとね、ヒアリングしていただいております。エコノミーからビジネスです。はい。悩ましい数字だな。はい、今ね、ご提案、提示いただいたのは1585リンギットで49,452円というレートです。非常にね、悩ましい料金帯ですね。はい。はい。ということでですね、無事にチェックインが完了いたしまして、まあ、ちょっとね、悩みましたけれども、まあ、5万円 A350 でね、どうしようかなと悩みましたけど、ステイということで、今席だけ選んでですね、一応ね、一番後ろの 40K をね、選択させていただいて、まあ、隣ね、2シートが今現状では空いているという状況なので、まあ、いっぱいね、これからラウンジ巡りをしますので、いっぱいお酒飲んでね、がっつり寝ようかなと思います。そっちのパターンで、ね、行きたいと思います。ということで、入国、出国手続きね、行っていきたいと思います。はい、ということですね、今ね、無事に出国手続きが完了いたしました。まあ、パンダさんね、ビジネスなんでサクッと行きましたけど、私はね、エコノミーなので、ちょっとね、並びましたけど、どうですかね、およそ多分15分、20分ぐらい、並んできたという感じです。これからね、ちょっとラウンジ巡りね、していきたいなというふうに思います。はい、ということでね、ゴールデンラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、じゃあね、入っていきたいと思います。ですね、エメラルドのファーストクラスビジネススイートのね、ラウンジにつきましたサテライトということなので、まあ一旦ね、こちらの方のラウンジをちょっと堪能しまして、またね、時間見てあちこち行ってみたいと思います。はい、こちらね、こんな感じでソフトドリンクがね、あったりしますね。はい、そしてこういった、ケーキ、サンドイッチ類があったりとか、こちらなんかね、カレーとかでしょうかね。ね、そんな感じしますね。はい。まあ、あとはね、こういったパンだったりとか、スープ類があるという感じで、はい、こちらはね、おかゆだったりとか、ヌードルのコーナーがね、ございます。まあ、席とかはね、結構広いですし、いい感じですね。先はね、こちらのバーでね、ご提供いただけるみたいとか、かなりね、いい雰囲気ですね。まあ、今こんな感じでですね、ローストチキンとビーフ、そして麺とお米ですね。そしてね、チキンスープのヌードルいただいております。そしてね、こちらがハイボール作っていただいております。まずね、こちらがゴールデンラウンジ。一般的なね、ゴールデンラウンジの方で、1食目という感じでいただいていきます。はい、ということでね、いただいていきます。まずね、こちらビーフ。うん。ないですね。ちょっとね、八角っぽい感じの味はしますけどね。そしてね、ローストチキン。うん。とろっと、めっちゃうま。まあ、ぶっちゃけた話ね、十分です。最高。こちらね、ヌードル。はい。いただいていきたいと思います。この麺がね、細麺でね、いい感じですね。あ、いい匂い。いただきます。うん、うまっ。あ、いいですね。結構濃いめに作っていただいてますね。ということで、まあ1軒目、ここでちょっともうちょっとね、ゆっくりして、次向かっていきたいと思います。ちょっとね、スタバに来て、うちのね、妻のお土産をね、なんか、水筒かなんかって言ってたんで、ちょっと見ていきたいなと思います。まあ、全体的になんかね、丸いシャツ入ってて、可愛いですね。水筒とかはこういう感じになりますでしょうかね。はい、とりあえずね、妻のお土産もゲットできましたので、次のね、ラウンジの方に向かっていきたいと思います。はい、こちらのね、プラザプレミアムラウンジにつきましては、こちらのね、アメリカンエクスプレスのプラチナカードでね、入っていただくことが、できる、ラウンジとなってます。ちょっとね、入っていきたいと思います。はい、ということでね、こちらのアメリカンエクスプレスさんのプラチナカードでね、入っていただくことができるラウンジでございます。はい、まあ、こんな感じでね、バーなんかもありまして、まあ、雰囲気はね、いい感じですけれども、お料理とかはね、特に
あるっていう感じではなくて、まあ、ちょっとねソフトドリンク飲みながら、ゆっくりねしていただくエリアになっているのかなという感じでございます。まあ一応ね無料で使えますんでね、はい、で飛行機見ながらね、ゆっくりしていただくこともできるというラウンジでございます。こちらにはね、こういったカップケーキだったりとかオレンジジュースとかねありますし、まあ、多少ねこういった温かいお料理なんかもね、あるみたいですね。サラダだったりとか、はい、こういったカレー類とか炒め物パッタイみたいなのもありますね。美味しそう。はい、こんな感じです。はい、あとはねこんな感じのソフトドリンクでございます。とりあえずねオレンジジュースだけいただいて、あ、うまっ。次のラウンジにね行きたいと思います。じゃあね続きましてこちらのゴールデンラウンジのですねサテライト、こちらのですねビジネススイートの方にね入っていきたいと思います。はい、めちゃめちゃねおしゃれな感じですね。はい、ということでこちらの方にね入っていきたいなと思います。こちらのファーストクラスエメラルドのねラウンジの方に入っていきたいと思います。いやーめちゃめちゃね高級感ありますね。こちらのねダイニングでコース料理ねいただくことができますけど、まずねこちらのギャラリーの方からね入っていきたいと思います。いやーかなりね贅沢な感じですね。前ね ANA のビジネスクラスに入った時はあちらの左手の方だったんですけど、こちらはね初めて入らせていただきます。はい、そしてこんな感じでですね赤ワインとかシャンパンとかね置いてございます。はい、やっぱりね非常に空いておりますね。はい、じゃあねこちらのダイニングの方に入っていきたいと思います。はい、こちらがねその席となります。はい、とりあえずね今シャンパンをいただきまして、サラダだったりとかですねスープ、はい、メインコースでですねローストチキンだったりとか、ビーフ、そしてねサラモって何でしょうね、めっちゃ気になりますね。まあ、ちょっとねおすすめ聞いてみたいなと思います。これサラモンではお魚ですね。うん、入れますか。はい、というシャンパンをいただきます。はい、シャンパンいただいていきます。チューズはコース。チューズ。Thank you。 選択肢です。あげちゃん。はい、とりあえずね今シャンパンいただきましたんで乾杯。はい、いただきます。フィッシュ&ビーフ。あ、どれにしますか。最高。はい、こちらがねシーザーサラダでございます。結構ね色とりどりでシンプルで美味しそうですね。はい、じゃあ、ね、とりあえずシーザーサラダいただいていきたいと思います。最高型音量をいただきます。ちょっと飲みましょう。うん、もう厚みに最高バターはオファールスズバターのオファールス。このねドレッシングちょっと違う、シーザーサラダと普通のシーザーサラダちょっと違う、かなりマイルド、美味しい。あ、チューブさんそれ間違いない、本当そう、私もその動画です。はい、続いてねこちらのですねマッシュルームスープがね、来ました。美味しそう、めちゃめちゃね可愛いですね。はい、じゃあねいただいていきます。うん、かなりねマッシュルームの香り豊かで素晴らしい、美味しい。ああ、この残りがもね最高ですね。やっぱりキノコの旨味がすごくね凝縮されて、口の中に一気にね、なんだろう、土っぽい感じしますね。土っぽいって言ったらちょっと語弊ありますけど、めちゃめちゃ香り、キノコのね香りが広がっていきます。めちゃくちゃ赤ワインいただきましたので、いただいていきたいと思います。とかしますので赤ワインをオーダーいたしました。イタリアいいですね。ちょっとねかき混ぜるだけでだいぶ酸味が加わって美味しい。こちらねマレー牛のですねステーキかなと思ったんですけど、牛煮込みみたいなのがね来ましたね。はい、でもねスパイシーで美味しそう。いただいていきましょう。そうだね、じゃあいただいていきたいと思います。このお肉、あ、刺した感じはね結構柔らかい感じですね。はい、いただきます。うん、あ、そうですね、カレーというよりはちょっと甘みがあるハヤシライスで、後からちょっと辛みがね
来る感じなんですけども、ちゃんとねお肉の味が後からしっかりとね噛めば噛むほどジャーキーみたいな感じで濃いねお肉の味が出てきます。これはねご飯とかなり合うと思います。うん、飯が進むやつ。はい、こちらね今デザートのティラミスをいただきました。これね層が見てください、かなり綺麗ですね。これねおすすめいただいてます。じゃあ、ね、こちらのティラミスいただいていきたいと思います。あーすごい柔らかい。これねめちゃめちゃいい感じですね。うん、めちゃ滑らか。あー最初ね滑らかなクリームが口の中に広がってくるんですけど、後からねこのティラミスのこのパウダーあるじゃないですか、これがねいい感じでね鼻の香り抜けていく感じでですね、なんだろう、ちょっと立ってから口の中で全部マイルドに組み合わさって完成形になるねお味。しかもね甘すぎず、甘いもの苦手な方でもねペロリ食べていただける美味しさです。最高、はい、サイアンドコ、はい、サイアンドコ出ました、サイアンドコ出ました。ボボさん迷うです。これはちょっとぜひボボさんにも紹介したい。私ははい、続いてね、せっかくなんで、ビジネスラウンジの方にも入っていきたいなと思います。はい、こちらね、ビジネスクラスラウンジワンワールドのサファイアが入れるラウンジとなります。今こんな感じでですね、炒め物だったりとかですね、ローストチキンなども置いてございます。ここでね、料理を作っていただいている状態です。はい、ということでね、これから搭乗口の方に向かっていきたいなと思います。はい、今ね C1 ゲートの方に到着いたしましたが、まあ、ゲートがね開いただけでですね、まだ搭乗開始まではね時間がありますんで、もうしばらくね多分あと10分15分ぐらいでね搭乗開始になるんじゃないかなと思います。はい、搭乗開始がね23時で30分押したね、なったみたいで、ちょうどね良かったかなと思います。とりあえずね間もなく、搭乗開始になりますんで、これからね、乗っていきたいなと思います。はい、じゃあね、搭乗開始していきたいなと思います。今日はね一番後ろの席をね取っております。はい、エアバス350機ですね。本日ねこちらの 40K の一番ね後ろにさせていただいております。はい、ということでね本日は、エアバス350のダッシュ900のね、機材となります。もうねパンダさんの方はビジネスクラスに乗り込んでますけど、私はね、エコノミーの一番後ろでね、今日は、帰っていきたいと思います。はい、今ね、大体30分ぐらいですね、遅れてですね、滑走路に向かってるという感じですね。もう間もなく離陸という状況です。到着までね、ゆっくり休んでですね、また朝方、朝食がありますので、そちらからにお届けできればと思います。はい、こんな感じでね朝食の準備をしていただいております。夜食としてねいただいたサンドイッチもねまだ手つけてないので、こちらをねいただいていきたいと思います。はい、じゃあチキンつけていただいていきます。あ、マレーシア料理ピリ辛です。 And eat the four minute timeWhether you send me a cent, he's better to be rock cloud.はい、ということでね、無事に成田空港到着いたしました。もうあっという間のね、約6時間50分という感じですけれども、まあ、検疫アプリとかもね、見してですね、あと税関アプリもね、駆使したことでですね、まあ、大体、25分、ぐらいでですね、入国完了したと、帰国がね、完了したという感じでございました。まあ、他のね、
ファーストクラスラウンジとかも、パンダさんのね、おかげで入ることもできてね、非常に快適にね、過ごすことができました。ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がね、ためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter や Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画などではね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しないように、ぜひ、チャンネル登録、こちらのベルマークのね、通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。